3人分の焼きそばの野菜の量じゃないよね。まあいっか。まあとても綺麗になったよ。すべすべつるつるだよ。さあ水洗いしてみましょう。めちゃくちゃヤスリかけたから。音が消えた。火が弱すぎてジュワッとなりませんか。まあとてもツルツルです。やっぱ定期的にね焼き切らなかったんですね。今回はちょっとゴテゴテにしすぎたんだと。それぐらいのコーティングで十分だよ。あれはもう焦げだったんだな。ツルツルだもん。ツルツル。はい。これが油膜本来のあれだね。あれ。あれだね。こういう水分とかと一緒にやったらもっと強くなる。山盛りだ。あなたが望んだことよ、うん、キャベツいっぱい食べたいなと思って。ああもうキャベツいっぱい食べたいなと思いすぎた結果半玉ぐらい切っちゃった気がする。わかんない。だってまだ麺入れてないのよこれ。入れてない。入れてなくても中華鍋はみ出してるんだ。どうすればいいの。しょならせる。しょならせればいい。すごいすごい。少ないけど、こんなにあるよ。ここにさらにサラダ切ったらやばいかなってことは、マジ正気の沙汰じゃないよ。正気の沙汰じゃない。そりゃやばいだろ。確かにやばい。今ならもうでしょ。確かにここにサラダがなってる。でもちょっと考えたんだよ。多いかなって。うん。ちょっとね。ちょっとね。こういう使い方するからこびりつくようになるんだろうな。僕は思いました。さっきまであんなに綺麗だったフライパンがもうめっちゃこびりついてる。めちゃくちゃ熱いんですよ。見てください、このこびりつき。焦げてるってことは火が強すぎたってことかもしれんね。だってあの水分全部飛んだってことでしょ。飛んじゃった。だから麺が全部吸収してめっちゃーって。見てこんなに綺麗に戻ってゴシゴシ洗った。すごい。さあ最後の仕上げをやりましょう。じゃっかり熱しておいたやばに油を注ぎます。で、伸びました。油を伸ばします。もろてキャマゴに弱火で頑張ってもらいましょう。僕には結構これこびりついてるように見えるんです。大丈夫かな。
何もしなくて滑るほどではないです。ガチこびりじゃないです、ちょいこびりです。まあ、十分でしょ、こんだけやりゃ。はい、いきます、うん、あいきますか。あー、こびりついてますね。嫌な予感、嫌な予感しますね、これね。これ全然動かないですもんね。最近こんなこと一切なかったから。あー、ぽいどうしよう全然下手くそ。重くて重くて無理だね、やっぱこれ重すぎて。はい、こびりつきました、みたいな空気や。あー、こうなるね、やっぱね。はい、重い、ま、重い、ひどいことなんだよほんと、こんなに目玉焼き作るの失敗したの久々。いただきます。うん、うん、この焼きそばやっぱうまいよね。うん、久々に食べるね。うん、うん、うまっ。うん、うん、うまっ。リベンジしたいな、あれ。ナイスナイス。うまし。マヨネーズ付き焼きそば、うまし。うん、うまっ。うん、うまっ。でもステーキはもっと簡単に焼けそうかな。うん、お肉だもんね。うん、卵が一番大変。